ジナマです。どうもジャンデカです。ハローです。心配すんな、全部うまくいく。著者ヒカル VS 24時間勉強してきた俺、どっちが本の内容知ってるの。あー、それはちょっと確かにいい勝負するかもな。結構前やん、1年がかりですもんね、うん、文字にすんのやっぱ上手やなって思いました。いや嬉しい。これ同じ内容でもこう伝えれる人いないですよ、なかなか。今日は僕がだから出題させていただいて、はい、はい、だから著者だから当然まあまあ分かりますよね。でも本人やからだって。かつ僕はといえば、まあ、ヒカルさんの大ファン、愛人愛人みたいな、もうがっつり読み込んできてます。もう確かになんかこの辺全部答えます。ヒカルさんの好きな。なるほどね。3ポイント差がついた時点で勝負終了にしようと思います。あ、オッケーオッケー。で、ちなみに負けた方は相手の著書センサー使う。ああ、全然いい。お前、ほんまに、お前、えらくいこと言ってんだよ、お前。だって140万っすよ、だって。嘘 !15 万やと思ったけど、違う。あ、じゃあ。千冊だって、1400にゼロ3つつけたら、140万じゃない？マジ。はい、あの、いや、僕は100冊。なんで？ヒカルさんと僕、やる意味ない、やる意味ない。こっちスケールが違う。どうすんの俺、生き物 A 買って。一言一句って言われたら分からんけどな。そこはもう伝言の、伝言が何を正解にするかって。それはそうよ。じゃあいきますね、問題。はい。トーク力は何に比例するでしょうか。おー、なるほどね。はい。何に比例するか。なんて言い回ししたっけ。いや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 、まあさすがにニュアンスしちゃったら正解でいいっすよ。こんなもん常識。まあ、書く価値もない。せーの、ドン。経験。答えの数。まあこれ難しいですね。一応正解は鼻緒です。はい、はい、答えのがちょっと違うかもしれないですねこれ。はい、いや答えを用意しとかないと話せないじゃないですか、トーク。そうなんですよ、これ実は経験だけじゃなくて日々考えることによって答えを作るっていうことを話されてるんですね。まあ言っただから答えの数の方が正解ですね、うん、よく分かっとるな。そう、余裕っすよ、うん、すごいな。文字書くの大事なんですよ、トーク力上げるのは。終わります。毎日4センチ4cm ぐらいだと思うんですよ。ね、じゃあ続いての問題、これはねヒカルさんが分かるんじゃないのかな、うん、ヒカルさんバリュー騒動の時ちょっと答えたという話がここに書いてあるんですけど、その時にある漫画のあるキャラに救われたという話があるんですけど、それ誰でしょうか。これはもうね、はい、ヒカルさんよく言ってたもんね、うん、寝言で言ってた、ね、はい、せーの、ドン。グリフィス。グリフィス正解。これ正解できんかったら聞かずにやばい。まあまあさすがにね。ちなみにグリフィス誰か知ってますか。いやいや、お前知っとるじゃん、言えるじゃん。いやいや、それ、まあ、主人公ガッツの、まあ、敵キャラなんですけど。敵じゃないか。まあ全然知ってない。敵じゃないか。グリフィスのガッツの物語はそんな浅くないで。じゃあ続いての問題、チャンスというのは、まあ、いつでもどこでも転がっている。チャンスをどうすることが大事なのか。はい、まあ、せーの、ドン。気づくことがポジティブであるかどうか。これはですね、その存在に気づくかどうかが大事である。こちらが正解でございます。いや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 、待てちゃんと気づいてたやっぱ。要はその存在に気づくためにはポジティブでいた方がいいってことが書かれてるんですよね、うん、さらに多く言ってます、うん、でもそこを見据えた上での先の先の先やから。これ一アドバイスマンが言ってたんですよね。誰出てくるんすよ。じゃあ続いての問題、はい、心配すんな全部うまくいく、誰のセリフでしょう。せーの、ドン。キングダムの歓喜。キングダムの歓喜。はい、正解でございます。ちなみに僕は漢字で書いてる、しかも28巻のセリフです。28巻の正解。あの、まあでもとはいえ、とはいえ差がつかないという。どんな表紙かわかる。どうしてわかる。28巻歓喜が、刀を送り出します。これチャプター3、自分の知り方、貫き方ってところには何というセリフが書かれてるでしょう。むずいなそれ。これはね、それ作品名わからん、マジむずいなそれ。チャプター2、言葉と思考の使い方のところは、あのロイ・マスタングです。鋼の錬金術師。あ、正解。そう、動体は思考を止めるんだってことが書いてあるんです。第10巻。すごいお前。そこ見てるやつおらねえやろ。答えどうぞ。せーの、ドン。コノハの錬金は2度3。それ5章です。なりたいじゃねえよ、なるんだ。黒子のバスケ、ホガミ・タイガー。まあ、まあ、まあ、こっちが正解です。なりたいじゃねえよ、なるぞって書いてある。なるぞか、はい、すごいな。じゃあ次ちょっと難しい問題。あ、ヒカルさんのなんか全国の広がったのは、まあ、まあ、祭りくじの動画です、ね、まあね、はい、これは何年何月の話でしょう。何年何月、はい、もし分かるんだったら何日まで書いてください。多分これや、はい、せーの、ドン。2017年4月。2017年4月3日。
2017年の4月3日正解で、お前すごっ。いやここ、いや俺2人とも間違えるかなと思ったけどな。祭りくじに行こうと思った理由、これ答えられる。理由これ1ポイントやった、はい、当時俺と名人が行ってた美容室の祭りやってるよ今って、その店長が言ってくれて、くじ引きとかやってると思うから返してみたらどうなのって言われたのがきっかけで、急遽その日祭り来れなかったけどメンバー集めて行ったっていう。マジっすか。そう、それでこれが生まれた。そっちにわかやな、はい、俺、うん、まあまあまあ甘い、ほんまごめんなさい、俺が勝つから、このここから逆転勝利するから。じゃあ問題です、はい、最後に写真の欄がありますよね、うんうん、一番最後場所どこでしょう。場所どこ。それはちょっと特定無理やどっちかやなこれ、迷うな。はい、ということで答えどうぞ。せーの、ドン。実家渋谷。ちなみに背景にスタバの文字あり、横断歩道ありですこちらは渋谷のスクランブル交差点ということで花岡正解です。シェーイ。まあ、渋谷が迷ってたんやけどな。実家はもうちょっと前にあります。なるほどね。ちなみにあのブックデザイン加藤京子さんが担当してますどこまで見てんねんお前。じゃあ続いての問題、はい、IT の世界では欧米のトレンドは日本にどうなってやってくる。あ、これこうか。はい、いきます、はい、せーの、3年遅れ。10年遅れ。反応正解。よっしゃ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 。今はもう変わっとる今は3年やねん。今3年ですか。今3年でこの本がもう正義なんで、うん、でもまあ5から12億やから間違っとる。あー、間違っとる。これは正直これ間違っとる。じゃあ 0.5 にします。じゃあ 0.5 に、まあ、これ 0.5 に、これ 0.5 に、あー、いいですいいです。じゃあ今 2.5 もう入ってないしな。これ見えてきたな、これじゃあこの本の終わりにの一番最後の行には何が書かれる、ね、せーの、ドン。僕は日本人になりたい。あなたは何者になりたいですか。じゃあヒカルゲームズ初動画投稿は何年何月何日。せーの、はい、2013年1月のパワプロのガチャ。2013年11月27日11月27日です。えぇ、ー、シェーイ。関節量で1月やったの。あ、じゃあ6月です。それ6月間違えないでください。解説には6月2日、夏トークは11月。いや、お前すごないマジで。じゃあ心配すんな、すべて全部うまくいく、英語で書け。いやいや、俺書いてないんですよ。いや、これでも書けって言ったんじゃないですか。花岡から先行って、これ。はい、はい、じゃあ僕行きます、はい、Don't worry, everything would go well in the end。 おお、なるほど。で、Don't worry, everything いやいやいや、読めへんこれがミッシェルなんよ。これミッシェルやん。これミッシェルなんよな、このやり方が。一緒やって言ったこと。だから同点やこれ。これさ、え、もうええんやね。これは花尾の勝利。いや、もう花尾すごい。俺もだから正直こうアップデートされてるから、この本が古い、古い。もうヒカルさんのメッセージ的にはこの本を鵜呑みにしないでください。常に自分の頭で考え行動してほしいから、お前はあかん読み方してる。丸暗記するっていう。まあ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 。というわけで、勝ちは勝ちなんでね。はい。僕の本買ってもろてね、頑張って読んでください。まだ買っとくわ。絶対買わへんやつ。概要欄に貼っとくのでよかったら買ってみてください。もうそんなこと、まあでも読みやすいと思いますよ、めちゃくちゃ。いや、めちゃくちゃ読みやすいね、まあ、いや、言語化が神。いや、まあ、ヘアメイクさんとか知ってる。いや、本のまさし。お前やばっ本のやばくやばくやばくもうすみません、もう勝ちでいいですか。もう勝ちでいいわ。はい、じゃあ著者です。すいません、著者です。キモかった、キモかった